さあ平原選手です、今斉藤君がうるさいからちょっと待ってくれっつってさあ、ね、あの毎度こうやって話聞いてるけどだんだんねあの話すこともなくなってくるね。いやね、そうですね前回ちょっと休んでしっかり練習やったってこと。まあ、あの用事もあったので、うん、あの出場できなかったんですけどその分はあのしっかりやってきました。もうだけどどう、そのそういうスケジュールってもう事前にある程度作っておいてもう欠場ってことではなくて最初からここ出ませんっていう方がいいんじゃないの。やっぱあの直前に入ってしまう用事もあるのでなかなかそうもいかないこともあるので。だけどね、はい、お客さん待っててさ、うん、あ今回来ないんだとがっかりするよそれは申し訳ないです ね、はい、だからもう最初からある程度、まあ、これぐらいの感覚で、まあ、もう月に3本も走る必要ないし、ね、2本ぐらいきちっとやって G1 を中心にスケジュール組んで、うん、ねっていうような選手じゃないの君はまだまだですなことはないと思うよ君がそれやらなかったら他にやれる選手は少ないと思うよいやそんなことないですよ、ね、あとナショナルチームの選手は当然ねあのやっぱりポイントとか取んなきゃいけないのでスケジュール的に難しいからそういう走り方をしてるけれども、はい、そうですねそれで結果としてあの毎回毎回しっかり練習やってしっかり勝った方が稼ぎも増えると思うけど、はい、心に刻んでおきます、ね、それで年間に2億や3億稼げばさ、いやそんな稼いだことないので何とも言えないですけどグランプリ取りゃ行くからね、はい、ね、もうそろそろ取んなきゃいけないだろグランプリも、もう何回出てんだ楽しいですよ ね、はい、だからこれもう今からグランプリから逆算してってもうここを走るっていう決めたら、まあ、そうっすね、ね、はい、JK の斡旋課と相談してそういうふうにした方がいいと思いますよ。そうですね、はい、そうです。君は超一流選手なんだからいやいや、まだまだでございます。でそういう走りを今回見せなきゃダメよ頑張ります自信あるね自信はあったことないんですけど。うっそ、はい、まあ一生懸命やるだけです。自信持って走れよそんなにあんま調子乗らないタイプなんで、はい、謙遜してます、はい、じゃあ頑張って頑張ります。ありがとうございました、謙遜してますけども力はね、もうナンバーワンと言っていいですからきっと頑張ってくれると思います